はい、皆さんおじゃすまと申します。はい、というわけで今回は、ナーブヌイジン音楽の時間やっていこうと思います。はい、今回はね、学習の時間が2回目投稿されたということで、皆さんもねここのお知らせをタップしていただいて、コンテンツ情報をね押してもらえればここにね学習の時間って出てるんでね、そっから見ていただけるかなと思います。また7込みとかもあるので覗いてみてください。というわけでね、学習の時間を見てからちょっとこの動画をね、僕と一緒に学んでいくという形で、見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、ね、まあ、前回のおさらいというか、そちらはねまああるんですけど、僕の前回の動画とかね、第1回の、音楽の時間、学習の時間を見てください。はい、というわけで今回2回ということで、キャラクターの育成の方ですね、育成、お気に入りメンバーの育成をね伝授しますみたいな感じだったと思うんですけど、今回は、ねそちらをね一緒にやっていこうと思います。それにねプラスして僕が補足というかね、そういうのも加えてやっていこうかなと思います。はい、まずはまあ練習っていうところをねやっていこうと思うんですけど、まあまだね、前期は育成してない人が、大半だと思います。というわけでね、まあ僕は先日当たったこのニコルね、そちらをね育成していこうかなと思います。はい、まあ、ここをね、まあ、動画通り練習とかをしてもらって、まあ、チケットいっぱいあると思うんですけど、まあ、僕は毎回ここをマックスでやることが基本的に、練習チケットをどうね、あの全然ね EXP とかねフォーエヴァーもらえる、ね、経験値とか出てたと思うんですけど、僕は気にせずにもうチケット有り余ってるんで、同チケットね7万3000と有り余ってるんでこちらでやってますが、まあ、海野さんが言ってたのにこうやってねおすすめするのも、全然ありだし、もう豪快ね虹をバーって使っていくのも間違えた、豪快に虹を使ってね34枚でもう一気に52っていうのもねもう全然ありなんで、それはもう個人の自由かなと思います。まあじゃあ上げていきましょう。まあこちらねタップしていただければスキップできますけど、まあ踊っているところも見れます。はい、っていう形で、まあ練習50になりましたね。で覚醒言ってたんですけど、この画面からねもう覚醒っていう風にできるので、まあ、こっちがねやっていただいてもいいし、まあ、あの普通にタップするとこうしか出ないんですよね。まあ一回やってみていいですか。で終わるんですけど、あの普通こうやって長押ししてあげることによって、こう練習した後に覚醒っていう風にできます。はい、ね、こちらも長押しするっていうのもね、あの割と便利になるのでいいかなと思います。はい、というわけでじゃあ覚醒をしてね、この鍵がね全然必要なんですけど、まあ壁ちゃんフィギュアにことはちょっと紹介しようかなと思うんですけど、後で、まあ、こちらもねあの全然素材足りてるんで、じゃあ覚醒してみましょう。はい、まあ、こういう形でね、まあ、キャラはこれランダムなのか分かんないですけどっていう感じで覚醒してね、パラメータもすごい一気に上がることができます。もうね、もうメンバーの方々も言ってたんですけど、もうイラストも一気にガーって変わるんで、で覚醒した後はあのレベルがね60まで上限が上がるので、もう一回ね練習してこれマックスしてあげることによって、さらにねパラメータを上げることができます。はい、というわけで次はそうですね、スキルレッスンって言ってましたね。スキルレッスンもちなみにこう長押しからねこうやってできることができます。はい、まあ今回は普通に、やっていこうかと思います。はい、じゃあここのスキルレッスンをしてもらって、まあね、お気に入りメンバーということで、好きなキャラをね、まあ、育成してもらったらいいなと思うんですけど、じゃあ今回は、じゃあまあ、立川ちゃんで、やっていこうかなと思います。はい、スキルレベル今4点あったよって、あと5まで、あとちょいですね。まあ、動画ではね、二次チケットがあんなにあったんですけど、普段は、もう通常ではこんな2個とか、めったに手に入らないアイテムです、スキルブックには。虹はね、虹は特にもうめったに手に入らなくて、基本的にはスキルブックの銅銀金でね、レベル上げていくって形なんですけど、こちらも壁ちゃんフィギュアの交換図とライブのテクニックルームっていうとね、初心者がちょっとなかなか入りづらいとこなんですけど、総合力も高くしなきゃいけないんですけど、まあ、テクニックルームもねマルチでやることによって入ります。じゃあ、レベル上げていきましょう。こちらはねちなみにあの彩香とか書いてるんですけど、あのキャラ専用のスキルブックですね。これはイベントの報酬とかで手に入ります。はい、じゃあまあ適当に上げていきましょうか。って言ってもこれもう全部使っても上がらないんですよね、自分で。宮古とか専用ね使うのは非常にもったいないので、
正直使うのはおすすめしませんっていう感じで、まあちょっとねスキルレベルが上がっていくにつれて上がるのもだんだん大変になっていくんで、まあ上げるときはねそういうことも意識してやってみてください。というわけで上げらんなかったんでちょっと上げませんけど、やっていきます。はい、続いては 720L なんですけど、こちらもねこちら総合力の10分の1の値がね、ライブでは反映されるので、まあ言ってましたけど、とりあえずね全員育っておけば、まあ、勝手に上がっていくんで、まあ、とりあえずね育てることが、いろんなキャラを育っていくことが、まあ、基本的には大事なのかなと思います。はい、っていう感じでね、まあいろいろ、まあ僕の場合はもうほとんど星をもう全員ねもう持ってるので、まあ初期キャラですね基本的に多いのは。まあほとんどね課金できる人はねイベントキャラとかもね70レベルまで行くことはできるんですけど、基本的にね、まあ、レベル高い方がいいので、まあしっかり育成と覚醒まですれば、まあ勝手に上がっていくのでね、そんな何 J が気にする必要はないかなと思います。まあ上げ方に関してはちょっと僕マリアマちゃん今35,656なんで、ちょっと上げてみようと思います。はい、上げれるのね。こちらねガチャで被るとまあどんどん限界突破っていって上がっていくんですけど、まあその辺はね進めていけばね勝手に限界突破してくれるので、そこまで気にする必要はないのかなと思います。まあ2レベル上がったことによってね、36,000とかだったと思うんですけど1,800とかになりました。っていう感じでね何 J もね上げていくのは大事なのかなと思います。まあ何 J を上げていくことによってね、このノーマルミッションでも石とかもらえるので、まあそういうね石を貯めるという意味でも何 J を上げていきましょう。というわけで、じゃあ最後にこの交換所ねのちょっと補足というか説明していこうかなと思います。まあ、何シール交換所っていうのもありますけど、まあ、こちらね今回はカブちゃんフィギュア交換所、こちらで、まあ、さっきね覚醒に必要なスペードキーとかいう素材もね集められます。覚醒の結晶とかで6番帳カードっていうインテリアをねやるカードもあります。これはね1回目で説明ねインテリアを上げるのに使うっていうカードなんですけど、でメロディキューブはカバー楽曲を買うのに必要っていう感じですね。でコインもインテリアとかそういうのに使えます。はい、でチケットがねこちら、まあ基本的におすすめはスキルブック。スキルブックは何でかっていうと本当に上がりづらいので、正直星ファン以上が確定ガチャチケットとかをね交換するのも全然いいと思うんですけど、正直星音が出なかった時はねもうあんまり意味がないので、僕は正直これおすすめしませんけど、まあなんでおすすめしないかっていうのはちょっとね、まあ実際にお見せした方がいいと思うので、じゃあ一旦買っときます。はい、っていう感じで星1もね買えるんですけど、こちらも正直こちらでライブするっていうのはほとんどないので、まあ正直基本的には買わなくていいのかなと思います。で 2D 衣装とか 3D 衣装に関しては、まあこちらも本当にもう好みですね。正直こちらに、まあ、カブちゃんフィギュアのシールをね使っても全然僕はいいと思います。全然ねいいと思うんですけど、まあ正直ねそういう衣装よりもスキルレベル上げたいよって方はねこちらを優先することが大事かなと思います。でスタンプもねいろいろ可愛いスタンプがあるので、まあこちらちょっと僕全部買いますけど、こういうのもね買ってマルチ外部の時に使えますっていう感じでもなっております。というわけでじゃあね、まあ、なんでおすすめしないのかっていうガチャをね、引いていこうかなと思います。正直ね本当に引くべきじゃなくて、こちらは基本的に提供割合もでも星4 10% っていう、まあ、通常何時ガチャ見てもらったら分かるんですけど、まあ、こっちが 6% なんですけど、こっち 10% なんだね。ああそうなんだ。まあでも正直引くのは、まあ、星4があんまり出づらいのでおすすめはしません。300かかるしねっていうので、まあ買うか買わないかは自由ですが、まあ星ファンですね基本的には星ファンなので、こう 90% で星ファンって考えるとやっぱりねうんってなると思うんで、まあ、正直おすすめはしません。はい、っていう感じでね、まあ一通りキャラ育成の方をねやってまいりました。補足といっては、まあ、壁ちゃんフィギュアとかいろいろ補足していったんですけど、まあおさらいねしていこうと思います。まずはカードのね育成、練習覚醒ね覚醒スキルレッスンすることによって何 J の総合力上がって、総合力上げるとライブでのスコアも上がるし、何 J で10分の1スコアが反映されるので、
まあ、結果的にはね、育成すればするほどライブで負荷を出しやすくなるということですね。さあもう一つですね、もう一つがフォナーニジエルの話 で、3個目ね、3個目がキャラクターランクをね上げることによって、こちらストーリーが読めるんで、キャラクターストーリー、こっちがねランク10まで上げるとね、もう石がもう1人当たり2500個もらえるのかな、あ違うか、100個だからまあ1000個かな、1000にランクがね10になることによって250個とかもらえるので、結構ね石ももらえるので、みんなのランクを上げることがね大事だと思います。まあこっちがね称号をね全部ランク順位するとね、はい、称号をねキャラクターのランクの称号を全部上げることによって、このキャラクターから何時箱激推しということでね、このキャラクターランクを10以上に全てのキャラクターっていうのができるので、ね、そういう称号も欲しいって方はね、全員のランクを上げましょうっていう感じでね、まあマップとかでもね正直、まあ、僕はあんまり基本的に読んでないんですけど、こういった集めがあるんですけど、基本的にはねあのライブをガンガンやっていけばね勝手に上がっていくので、まあライブで、ランク上げたい気は連れていくっていうのがおすすめです。というわけで、まあ、今回のおさらいでした。まあ、補足含めてね僕も一緒にねもう初心に帰って、学ぶというか振り返っていきました。はい、というわけで、ね、前回の動画で僕ねフレンド募集をしてまして、まあ、ありがたいことで39人もうちょっと乗せちゃいますけど来ました。まあこちらね僕55人現在いまして、どうしようかなって考えたんですけど、まあ各毎週の動画の終わり、まあ今回もやるんですけど動画の終わりにねフレンドをね3人ずつ、もう僕が目閉じて適当にもう適当にガンダムでね、もう推薦というかね調整していこうかなと思います。はい、じゃあね、まあ、まだまだ全然ね送ってきてもらっても大丈夫です。前回の動画戻らなくても今回のこの動画、まあ、初めて見に来てくれた方とかもねぜひ、まあ、追加していただければなと思います。こちら、僕のプレイ ID ですので、よければ申請とかね送っていただければ、毎動画の際にね、抽選で3名様ぐらい、フレンド選ばせていただきたいと思います。まあ、ただね最終ログインがねちょっと1週間以上とか過ぎてしまうとちょっと申し訳ないんですけど切ってしまうかもしれません。はい、というわけでそれでは、行きましょう。もうちょっと本当に僕目つぶってるんで今もう誰になるかわかんないんですけど、はい、1人目この人、もう1人この人、この人、じゃあミュウミュウさん、もうね今回ナゴミンと海野さんだったんでね、もうナゴミンの動きすごい可愛かったんですけど、じゃあミュウミュウさん、はい、1人目、行きたいと思います。ちょっとねこれ最終ログインだとこれね非公開してる人一番後ろの方になっちゃうんで、こっちにしよう、ランクインします。すげえ、はい、行きます。もう一回目つぶってます。ちょっと3人ずつになっちゃうんで、さあこの人、この人、ハナッチさん、ふわふわ三上ワールドということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございますなのか分かんないけど、はい、ハナッチさんフレンド登録させていただきました。ちょっとねこれラフ調整とかランダムやった方がいいかもしれないけど、じゃあラフとね、この最終ログ、あ2個しかないんだ。はい、というわけで行きます。この人、アリスさん、ムカキンベイです、よろしくお願いします。というわけで、はい、よろしくお願いします。アリスさんというわけで、フレンド登録させていただきました。はい、というわけで、ね、この3人をフレンド登録させていただきました。まあ、まだまだ受け付けてるんでね、ご回よろしくお願いします。というわけで、はい、というわけで今回の動画ね、こちらで以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。